人気ナンバーワンのバーチャファイター2、リオンやシュン、パイ、ラウの演舞シーン、開発者による技の実演、また初公開のセレクト画面など、サタン版の要チェック項目をバッチリキャッチしたわよ。これがセレクターも、ほとんどこれが完成版なんですけれども、まあ、雰囲気はアーケードとなるべく同じようにはしたんですけれども、グラフィック的には全部書き直しで、だから結構ね、アーケードのバーチャファイター2やってくださった方なんかは気がつくと思うんですけれども、このウィンドウに出てくるキャラクターの顔はアーケードとはちょっと変えてありますんで。これがまあ今現在大体これぐらいまでできているというものなんですけれども、まあ、技に関してはまあ大体こう入力に対応して、一応もう全部出るようにはなってます。でとりあえず投げとかの技もこのように投げられるようにはなってますし、まあバーチャファイター1になかった技とかもこう後ろに回るとかいうのもできるようになってますね。コマ数は結構ね、雑誌とかでも発表されちゃってるんですけども、もう60分の1秒もちょっとコンピューターに詳しい方なら分かると思うんですけども、でバーチャファイター1の時は30分の1秒だったんで、まあ端的に言ってしまえば本当に2倍になってます。でコマ数だけじゃなくて、動きのプログラム自体がやっぱり変わってるんですよ。かなり人を動かすためのプログラムの方法、根本的な方法を変えてますんで、1の時よりスムーズに動くようなプログラムにはなってると思います。まあ、バーチャファイター2のサタン版は、まあ、今現在はかなり開発順調に進んでますので、まあ、なんとか予定通りに出来上がるんじゃないかと私は思っております。まあ、皆さんもお金を貯めて待っていていただいて、発売日にお店に走って買いに行っていただければ、我々が一番嬉しいのはそのことですので、また何か、ね、ご要望とかあったらおはがきをいただければ我々は楽しく読ませていただきますので、まあ、楽しみに待っていてください。どうもありがとうございました。すっくしない。